なんかアレンジしていこうと思います。なんかね、 TikTok でいいの見たんだよね。ちょっとなんかカルボっぽくする感じの牛乳使ってなんかいい感じのこうなんか作りたいんだけど、どれだ、これかな。どれがいいかな。コメント欄でなんかめっちゃ美味しいみたいな書いたやつがいい。これ美味しそうだ。うん、どっちがいいだろう。なんか作り方迷ってるのが今2個あるんですよ。どっちで作ろうかな。でもいいね多い方にしようかな。でもこれもすごいぞ。これもいいね、めっちゃある。よし、これだな。なんかバターだと思う。まあ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 、お得意のマーガリンさんで頑張っていく。ここで作っていくぜ。ベーコンとか書いてるけど、まあ、ベーコンとか仕方ないよね。ちょうどうち今はねウインナーもないから、まあそういうこともあるよね。皆さん、ブースティー祭りは来ますか。来ますよね、もちろん。はい、次の作り方。これどのくらい入ってるの。500かな。250だ、これやばい。250やん、これ。250の作り、250で作れるやつあるかな。やばいやばい、250しかなかった。牛乳私500買ったと思ってたら、そういえばそうだ、あれだ、なんか別のやつで作ろうと思ってたから、そんな多いやつ買ってなかったんだった。あ、忘れてた。普通に間違えた。どうしよう、ちょっと待ってよ、違うレシピに変更ですね。これか。玉ねぎは別にいいとして、ちょっと待ってよ、今作り方をね再確認中です。くしゃみですね。どうだこの人も。くそー、いや、いっか、なんか少ないバージョンで作ってみるわ。牛乳別に粉とかなんか半分にすればいけそうな気がするし、ちょっとなんか作ってみるわ。適当、作ってみるわ。ちょっとね、このキムチ10月14日までだ、やばすぎ。まだいけるけど、絶対10月14日まで食べきる自信ない。
汁なし風になってくれたらありがたいよね。いい感じに。まあなんとかなりそうだよね。私の今までのこの料理経験を生かして頑張っていこうと思う。愛用してるんですよね。このさ、この時にさ、ちょっと使うこのネギとか切るためだけにさ、わざわざまな板を洗いたくないじゃないですか。だからこのね、このまな板シートがね、超便利なの。超大好きこれ。マジで。まな板シート様々ってぐらい大好き。マジで便利だからさ、使ったことない人使ってみて。まな板シート。ネギいつ買ったっけ。まあ食べれないことはないでしょう。なんか壊しても自己責任ですからね。ニンニクも入れるといいらしい。まあ最悪足りなかったら、お湯が足りなかったらもう適当に水入れて、なんかコチュジャンとかでなんとかするわ。すごい、包丁の切れ味がなんかどんどん悪くなってきた。どうにかしないと。で、このまな板シートの出番終わり。超便利。こういうの本当大事だから。もういかに洗い物を増やすのか。で、キムチもね、入れておくと。味にコクが出るかも。なんか意外と味が薄そうな気がしてきたな。なんか牛乳500でさ、あれだったからちょっと少なめに入れたけど、このしかも辛いし。私こういう時計画性ない
人間だからさ、粉とかさ、まあ、なんかまあいいかと思って捨てちゃうんだよね。自分でもめっちゃ思う、なんか計画性ないなって。取っとけばさ、まださ増やせたじゃないですか。ダメだなと思う、こういう時マジで。なんで捨てちゃったんだろうな。捨てちゃうんだよね。そうだから捨てちゃうんだけど。計画せないんだよね。お箸が宙を舞ってた今。あ、でもなんか美味しそうな匂いするよ。多分なんか大丈夫そう。チーズを乗せる。ほぼ汁なし。やばい。白身は先にちょっと入れちゃおうか。あ、黄身割れちゃった、最悪。よし、完成。ここで食べます。うん、あ、意外とちょうどいいかも、味的に。できたってことで食べます。前髪一本長いのがいるんだよね。じゃあいただきます。すごい、もう汁なしすぎてドロドロです。こんな感じになって、いただきます。このシャツはね、そう、よりちゃんのファンの人がね、あの色違いで着てくださいって言って、そうくれたみたいで、よりちゃんこれ黒く持ってます。いただきます。うん、美味しい。辛さもそこまで、まあ、辛いけど美味しい。ただ吸えない。うん、めっちゃうまいかも。
なんか超美味しいのできちゃった。普通に食べるよりは辛くない。これは何だろうね、カルボナーラ風ラーメン。でも私こういう麺食べるときいつも自分で良くないなと思うんだけど、咀嚼回数がめちゃめちゃ少ないんだよね。5回とかで飲み込んじゃうんだよね、たまに。怖いよね、ヘビだよね。意識はしてるんだけど、なるべく。これはうまいな、天才的だ。あれなんだよね、イオリがめちゃめちゃね噛むんだよ、あの子。ちゃんと30回ぐらい多分あの子噛むのよ、1回につき。そうだ、イオリとご飯食べてるとマジ自分だけなんかもう倍速ぐらいの速さで食べ終わっちゃうんだよね。で、イニシエのオタクなら分かる、キマがあるあるなんだけど、そう、ここに小川さなが加わるとまさかの小川さなが一番食べるのが早いっていう、意外すぎる事実じゃない。一番ゆっくり食べてそうなのにさ、一番早いんだよね、あの人が。お茶飲め、私お茶好きだよ、もともと。お水が苦手かも、どっちかというと。なんかシャキシャキ、あのね、キムチ入れた。あとネギも入ってる。そう、紅茶と抹茶はあんまり得意じゃないかな。元気がないときどうしても、マジでね、元気がないときはね、寝るしかない。私結構元気ないと病んじゃうから、一人でなんかいろいろ考えて落ち込んじゃうんだよね。私最近さ、ピアスさ開けてみたいなって思ったの。でも結局、いや痛いから無理だなってなったんだけど痛いからってか開けたことないんだけど、いや痛そうだから無理だってなったんだけど、なんかやっぱさ、ピアス可愛いなって思っちゃった。 TikTok に流れてくるさ、
イケてる女みんなピアスつけてんの。これプルタックじゃないの。これね、辛ラーメンを牛乳とかでアレンジしたやつ。軟骨にピアス、待って、一発目がここ行く。私もしかして、肉食べると元気出る。それはいいね、肉で元気出るのは素晴らしい。トラガスって何？だって私のファンの人さ、別に私がピアス開けてもさ、全然なんと思わなそうじゃない？あ、開けたんだぐらいで不満なそう。なんか王道キャピキャピ清掃アイドルとかだったらさ、開けたのってなりそうだけど、なんかさ、私が開けたとってさ、私のファンの人なんか、あ、開けたんだよかったじゃんみたいな、じゃあプレゼントピアスにするわぐらいで終わりそう。まあでもそもそも私のファンの人に言ってるんだけどね、私は好きなようにやるからねっつって。大丈夫だよ、ちょっと。いや、たまにいるじゃないですか、やっぱさ、こうなんていうの、ピアスだったり髪の毛染めるの、染めるのちょっと苦手だなっていう、てかあの苦手だなっていうファンの人が多い子というか、まあ、割とこう王道キャピキャピな感じの子ってさ、割となんていうの、こうキャラ的にね、そういう子ってさ、やっぱどうしてもさ、そう言われがちじゃないですか。髪染めたりピアス開けたりするとさ、なんかちょっと残念とかさ。マジで私そんなことなさそうすぎて面白いよね。まあ言われても多分私は言っちゃうんだけどね、私のことなんだから好きにするからねっつって。だから文句言わないでっていうか、多分言わないだけだと思うけど。熱い。私が言うから多分ファンのみんな言わないっていうの分かってんだけど。汗かいて、書いてる、ちょっと。なんか食べれないほど辛くはなくても、やっぱ辛いからさ、ちょっと。痛いのが怖いかも、どっちかというと。開けたい気持ち。だから結局多分私は開けたいのよ、多分昔から。ただ、痛いだろうね、絶対痛いよなって思うから、開けない。開けてないだけ、今のところ。病院で、いや絶対病院でするよ、絶対無理だよ、寝ている間にしてもらうとか、両耳か、もしくはなんか、もしこう将来的になんかこう健康診断とかで麻酔、全身麻酔とかする機会があったら、あのついでに開けといてくださいっつってお願いするかだよね無理だけど、そんなの。高校ね、自称進学校みたいな感じだったからさ、そういうの結構厳しかったんだよね。胃カメラ、そっか、胃カメラなんか全身麻酔って言ってたね。え、全身麻酔本当に？一瞬過ぎて痛くなかった。え、マジ本当に。私でも注射ダメなんだよ。
注射の針で無理ならさ、耳に穴開ける針なんて絶対無理じゃない？穴太いんだよ。ああ、全麻全麻ではないんだ。じゃあ無理じゃない？意識あるじゃん。ピアスない、え、太いです絶対。だって注射よりは太いじゃん絶対。絶対痛いよ。やばいよね医師。結局痛いだけで諦めちゃうんだもん。なんかさ、ピアス開けてこうなんかハイブラの1個高めのハイブラのピアス買ってそれつけてたい。イケてる女になりたい。女じゃなくて女になりたい。そうって思うっていう、なんかイケてる女になりたい。そう、女。ちょっとお腹いっぱいだな。めっちゃお腹いっぱいだな。え、今日ね、チャーハン作るか迷ったんだよね一瞬。私チャーハンね、なんかあんまね、上手に作れた試しがなくて、なんかちっちゃい時、なんか中学1年生とかあんま料理そこまで今ほどやってない時に作ってたからさ、その時にさ、めっちゃ汗垂れてきた、やば。だからさ、あんまりなんか上手にできた試しがなかったから、今でもなんかチャーハンってあんま得意じゃないっていうイメージなんで、自分の中で。だからチャーハン作るってならないんだけど、なんか今日なんだっけ、 YouTube のショーとか TikTok か Twitter か Twitter とか X かなんかのそのショート動画みたいなので、なんか女子大学生がチャーハン作ってる厨房みたいなとこ、チャーハン作ってる動画出てきて、でそれ見てたら、わなんか美味しそうだなみたいな。まあでもあの火力でできるからってのはまずあるんだけど、でもそれ見てたらなんかめっちゃ美味しそうと思って、多分結構バズってたから、なんか流れてきた人いるんじゃない。そう、それ見てちょっとチャーハン作ってみようかな久しぶりにって思ったけど、やめた。なんか勇気が出なかった、勇気が出なかった。チャーハンにそんなトラウマがあるわけじゃないんだけど、なんか冷凍チャーハンほどより上手にチャーハンを作れる自信がなくて。いや、わかんない、どこのやつかわかんないけど、女子大生が作ってる、その光景で作って、でなんかそこのバイト先の店長さんかわかんないけど、その人になんか食べてもらってる動画。そう、それ見たからちょっとチャーハン作りたくなったよね。でもどこかはわかんない、店舗名とか全然見てなかった。女の子にピアスのセレクトよくて褒められる某ハイブランド、どこ？初めての星見れてカムルです。そう？本当？でも私もなんかちょっと嬉しかった。家で自主練しながらなんか泣きそうになっちゃった、初めての星。でもやっぱちゃんと次は私のファンの人にもたくさん見てもらいたいから、
個展次あるときは来てください。通常公演とか特に。次は歌いです。やばすぎ。はじめ私あれがいい、あの星 DMM なの。星やってほしい。ドゥーン。ちょっと泣いた。本当。でもやっぱ何人か泣いたみたいな人いて嬉しいなって思いましたね。あのエフェクトでもなんか本家さんでもやってたらしいよ昔。昔っていうか、で私は聞いたメンバーになんかあれ本家さんもやってたことあるらしくて、あれバカにできねえなと思ってそう、パワポ、やめろパワポっていうのあれのことパワポって言わないで。パワポの切り替えね。死ぬわっておもろいなパワポってパワポおもろいな。そう、エイカさんお元気ありがとうございます。そうですね、まあ、なので見てほしいなって思いますね。まあ多分おそらく生誕祭も多分あそこのポジションなので。でもさやっぱこうなんていうの、最後のダンスあるじゃないですか、あのなんだっけ、あとのさラス、あのアウトロ、アウトロのあのダンスの時さ、なんか踊ってるメンバーの名前をファンの人が多分呼んでるじゃないですか。あれでもさあれなんだよね、あのココと一緒だから絶対私の名前聞こえないんだよな、セータン以外はあのね、ココとエレタンさんってマジでね、公演の時のコールの声がめっちゃ大きいの。セータンとか全然そんなの関係なく、あそこ二人は特にでかいんだよね声。あそこ4人ぐらいいるんですよね私の多分踊るとこ。マジエレタンさんとココは本当に公演の時のファンの人のコールが大きい。そのなんかね、一人の声がめっちゃ聞こえるとかじゃないんだよね、じゃないの、あのねもうね、みんなみんなというかその二人のコール、わかんない私の体感ね、ここ点ではそこ二人が特に大きいなって思うんだけど、あとカレンレンも割と大きいイメージあるな。同じ歌いの時カレンレンにかなったことない声。そうだから一人がでかいとかじゃなくて割とみんな大きいんですよね。そう団体で強いんだよね。だからわすごいなと思っていつも、まあ、その分私のファンの人はね私の生誕祭でぶちかましてくれたと思うんで、まあ、いいんですけど、それはそれで、でもやっぱそこで名前呼ばれたいよね。言いやすい。ちょっとわっ、でもあんた釣られちゃうと言うけど常に釣られてるやん。うちはたまに見たりなんじゃないし。何を言ってますのおじさま。歌い出しやればいやいや、そんな簡単に言わんでくれ。やっと初めての星出演までこぎつけたんだから、一旦まずは頑張んなきゃ。今のポジションもありがたいことにね。よしひろさんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。最後がちゃんやと呼びづらい。りなちゃん、でもりなちゃんがいいもん。さまざまだもん、りの時点、まあ、クーだったらいいのかな、りなち突然のりなち。でもクーもじゃない、結局さ、なんか、あとさ、おがやっぱり、あとおが言いやすいんじゃない？なんか、
リーってそもそも言いづらいんじゃない、リーアーラーリールーレーロー、ほらだからあとおがさ言いやすいんじゃない。でもくーもさうーってなるからさ言いづらいんじゃない。ディナーやだよディナーどうなの、でもやだ、リナはリナちゃんがいい。ココちゃんはやだ、コオじゃん、オだから言いやすいんじゃない。そのさ最初の一文字、一文字目問題じゃない。だってさ、あちゃんとかのさその後ろが聞こえてもいない。だからさリーじゃん、リーがリノちゃんで言い慣れてるからでしょ。本当じゃあちょっと加勢して。あだからユエルさんも言うじゃん、だからうーは言いづらいんじゃない。やっぱ最後が、最後があ行で最初があーからおむずくねあるかなんかそれ。そういやでも別にじゃあいいんだけど、そう、まあ、いいんだけどさ、何が言いやすいんだろうね結局一番。解明、このために解明するのにな鼻水さらすとこだった。ココハ、やっぱ多分オーとアーだからだよ。最後が、最初がアーかオーで最後がハアーだからじゃない。アオちゃんはハーで終わってんだ。うーんってでもさ、うんってむずくない。フォーテイトグループってゲーム、え、わかんないわかんない。実はメンバー芸名とかだとどうしよう。私以外全員芸名だったらどうしよう。え、あんた名前違うのいおりじゃないのとか言って。でも最近ね、いおりのファンの人もねめっちゃ頑張ってんだよね。いおりのファンの人の声めっちゃ聞こえる。ジッパーとかでさ一緒に歌うときあんまり、ね、私の目の前のファンの人とかの聞こえるんだけど、そうじゃないと聞こえづらいもんな。あのイエス早起きが苦手なんだろうとか、そうの時に感じる。あ、よりのファンの人の声めっちゃでかいなと思う。まあだから多分リナのファンの人はねシャイが多いんだよ。あー見えてなんか生誕祭の時とかはシャイがいっぱい集まって頑張ってくれるから、そうあんなにめちゃめちゃ大きく素晴らしいコールをいっぱい聞けるんだけど、シャイが多いんだよね多分。なんか毛が入った人の上に透明だ。いおりちゃんも可愛いよね。いやもうそれ関係ねえのよいおりちゃんも可愛いよね。それ別にコール関係ねえのよ。可愛いけどさ、めちゃくちゃ可愛いよそれ。誰もじゃん、可愛いに決まってんじゃん。ジッパーの時そう、え、そうだよね、感じるよねやっぱ。少数と思う子のコールしがちかもしれない。なんでよ、りなちゃんのコールしてくれや。ファンもこれか、えぇ、こんなりなのファンの人をおじいちゃん呼ばわりしないでくれ。おじさんだよ、多くても喉が最弱です。鍛えてきて。古典どの席座ってりなちゃん一番見える、りな側から見える、それともそっち側から見える。え、どうなんだろうな。うーん、どうなんだろうな。ザクうまいから、やだよ
めっちゃハウリングじゃん。もういろいろ至るとこからキーンキーンって聞こえてきて頭おかしくなっちゃう。みんなからよく見える方は、見える方っていうか、前方ブロックの前から 4,5 列目と後方ブロックに入った前から1から4列目ぐらいは割と見やすい。あ、でも後方ブロックの真ん中付近、真ん中手前ぐらいまでは割と見やすい。別に後ろも見えなくはないんだけど、ただやっぱ遠くなるから人の顔がちっちゃくなっちゃうじゃん。小顔になるじゃんみんな、もちろんこっちから見てさ。だからまあ見づらくはなるけど見えなくはない、まあ、一番後ろとか立ち見の後ろとかになってくるとちょっと見づらくなってくるけど、あとね、あのね、意外とあそんな問題もあるんだっていうのは、自分の周りにいるメンバーの身長が高かったら、例えばさ私がこうまっすぐ立ってるじゃん、まっすぐっていうかまっすぐ見るじゃん、でそっちのまっすぐの時誰もかぶってなかったら全然見えるんだけど、例えばさ斜め前に身長私より高い人がいて、じゃあこっちのファンの人見ようってなった時にこのメンバーがいるから見えないとかはある。だから見づらいとかはあるけど、だからどの席が見づらいとかはある。うんって感じ。だからなんていうんだろう、だから見やすいのは一番前の席とかよりはその前方ブロックの後ろの方と、あと後方ブロックの真ん中より前が割と見やすめではある。別にメンバーが近くにいようが割と見やすいのがそこ。あとそこ以外とかはメンバーの立ち位置によってやっぱ見づらくなってくる。うん、そうって感じ。まあでもそれは仕方ないしね。なんで席座っても見つけてあ、リナ一押しじゃないでしょ。じゃあリナのコールしてみ、たまには。しっとりとした曲の時ってどこ見てる？え、でももっと君を知りたいんだの時とかは、あの自分の目の前にいる、その自分の目の前のこの席の列のどっか指してる。でもそういう時って前の人すぎると手の角度的にやっぱ刺してあげるってなると下になっちゃうじゃん手が。だし逆に後ろの方になると後ろ上になっちゃうじゃん。でもさ振りはさまっすぐじゃん。みんなから見てこれまっすぐに見えないでしょ。まっすぐなんだよ実はこれ。配信の角度的にちょっと見えないだけなんだけど、そうだからそういう時にはあの申し訳ないけど、そのこの自分の目の前にいるこの列の人のやっぱ手のとこにの人がやっぱ見るよね。じゃないとで振りをちょっとなんか振りがちょっと変わっちゃうじゃないけども、こうやって器用なことすればいいんですけど、こうやってでもなんかさこうやってるのに下向いてるってなんか私的にはちょっと美徳とかなんていうの、美しさ的に美しくないなって思っちゃうから、そうだからそうだね、ちゃんとこういう時は決まってるその手の位置とかが決まってる振りでなんかできそうな時、そのファンサーできそうな時はその目の前の人にやったりする。でもレディオネームとかのさ真夜中のレディオとか割とどこでも刺せるから、その後ろ刺したりもするし前の方刺したりもするし真正面も刺すしって感じですね。フリーな部分、そうなんだよ。どこまででも振り崩していいかって毎回私迷うんだよね公演中さ。やっぱさ歌ってなくてもさ後ろでさこうちょっとフリーに見せかけて実は振りなんですよねみたいな時もあるんだよね。でもそこをファンさんに使うべきなのか、でもちゃんと振りは踊るべきなのかで自分の中で葛藤することは結構あるかな。
そう、私あんまり崩したくない派なのよ。決まった振りはあんま崩したくない。歌割りとかも振りがあったら崩したくない。反省やすい曲はそれこそレディオネームとかだよね。やっぱまあ目線合わせるっていうだけで言うと情熱ハイウェイとかもやりやすいかな。やっぱさ、知らぬまでとかでこうやってその席の人見たりとかさ、やっぱ明るい曲は目線合わせたりとかしやすいけど、やっぱでもそのドガみたいなゆっくりな曲だったり100年先みたいな曲はあんまりやりづらいかも。かんだ、やりづらいかも。でもどこまで、どこからがみんなの中でファンサーって捉えるかが分かんない。私は目を合わせるだけでもファンサーだと思ってるの。私のファンの人にそれは一瞬とかじゃないよ。例えばさ、なんか踊っててさ、DJ かけて恋のリクエストぐらいの、その一瞬のチラッとかは別にそこまでの言うほどファンサーじゃなくてもいいと思われてもいいんだけど、普通にそうだってさ、 DJ かけて恋のリクエストみたいな感じでさ、こうやって結構長い間一人の人、自分のファンの人にさ目合わせてる時もあるのよ。私はそれはファンサーだと思ってるから。それでも指が、指とか刺されたりとか、なんかうちわのハートしてとかをしてくれないとファンサーじゃないって言われると、多分私はめちゃくちゃファンサーしない人だと思う。めっちゃ超サービス悪い女だと思う。でも目を合わせ、なんか数秒間合わせてくれるのがそれでも嬉しいって言ってくれる人にとっては、割とファンサーは結構ファンサーするのかなと思う。まあそれは私のファンの人が思いになってくるけどね。もちろん正直そのペンライトとかもやっぱ振ってくれてる人は長時間見るよねっていう、まあ、そうじゃない人とかももちろん見るけど、かな。だからまあそこはって感じ。その人によって多分ファンサのどこからがファンサなのかっていう捉え方があると思うから、だからまあちょっと一概にファンサめっちゃするんですよねとは言えないよね。いやでも分かんない、人に、これも人によるから分かんないけど、ファンサされないってなかなかないと思うのよ。嬉しいし、こっちだってやっぱうちわとか持ってきてくれたら、もともとそういうのあんましないタイプですとか苦手ですとかタイプの人じゃなければ嬉しいのよ。だから多分されないって多少何かしらなんかあったと思うんだよね、そのファンの人も。分かんない、私はちょっと申し訳ないけど、こうなんかちょっと嫌なことやってきたりとか、こうツイッターとかで結構こう嫌なこと書かれたりとか DM とかで嫌なこと送ってくるけど、でも公園にはリナのうちわ持ってきたりペンライト持ってきてくれたりする人にあんまり積極的には目は、積極的にファンサじゃしますかって言われたらあんましないかなって思う。それなら別にそんなこといつもせず、純粋に応援してくれてる自分のファンの人にレスをしたいなって思う。だからこういうのちょっと嫌だなって普段からお伝えしてるのに、そういうのをやってくるファンの人ってやっぱいるんです。ツイッターとかもちろんそうだし、投稿の内容とかもそうだし、そう、別にそれが女の子男の子とか関係なく、やっぱそういうことをされたりとかしてると、やっぱそりゃレスはしたくないよね、したくないよねっていう方もアイドルってどうなのかも分かんないけど、それじゃあ普通のファンの人、そんなのせずにいつも応援してくれてますよっていうファンの人か、そういうことやってくるファンの人って絶対そっちの方に目を合わせてるじゃん。こっちに純粋に応援してくれてるファンの人にやっぱ
ね、レスしたいじゃないですか。別に DD とか関係なくね、それは別にそこは DD で、 DD でもみんなのことを純粋に普通に好きだよって言って応援してくれてる人だったら別にいいのよ。そうだから、まあもし分かんない、そう苦手ですっていうメンバーは別かもしれないけど、そうじゃなくて、だったらもしかしたらそういうとこをメンバーが思っちゃって、あんましたくないなって思っちゃう可能性もなきにしもあらず、うん。そう、推しメンとそのラインのすり合わせが、まあそうね、そうだったら嬉しいって感じだもんね。かな。そうだって限られた回数の中でさ、じゃあ5回しかファンサができませんってなったらさ、それ6人ファンの人がいてさ、なんかこう嫌なことやってくるファンの人がいたら、じゃあ別の5人にさレスしたいじゃんってなるんだよね。特に私なんて分かりやすいじゃん、あのこれはいいけどこれはしてほしくないとかさ、めっちゃ分かりやすいじゃん。だし私は割と伝えるようにしてるの。よくさ、あのどうしてもさ嫌だったらさ、オンラインとかで来てくれたらオンラインとかでも言うし、お見送りとかでもちょっとそれは嫌だとかも言うし、これでも言うじゃん、ショールームでもさ、それやめてとか、そのコメント嫌だとかさ、それしてほしくないとか。そう、私結構伝えるタイプだからこそ、伝えてもそういうことやってくる人とかは嫌だなってそう、一応私の中ではなんか言うよというか、あげてるつもりなのよ私の中では。そう、嫌だったら一旦嫌だって言うみたいな。そうとか、すぐブロックはしないとか、どうしても嫌、もう本当にもうみたいなことは最近ないですけど、そうだったらいきなりブロックとかするけど、基本そんなことはしないので、ショールームもそうだし X もそうだし、そうだから、それでもや、私が多分レスしないって本当にそれでも嫌だなってことをやってきたりするのかなって思う。うん、じゃあランキング見ます。13位すみさんありがとうございます。12位ゆきじさんありがとうございます。11位りんくんありがとうございます。10位三角さんありがとうございます。9位まさみやさんありがとうございます。8位 BB さんありがとうございます。7位しゅんくんありがとうございます。6位やすさんありがとうございます。5位すすぼのてっちゃんありがとうございます。4位北九州のよしひろさんありがとうございます。3位長次郎さんありがとうございます。2位たかさんありがとうございます。1位えかさんありがとうございます。でもさ、そういうブロックとかのさするとさ、その人たちってさ、なんでされたか絶対さ自分じゃ分かってないわけじゃん。自分は普通のことをしてるって思ってるからさ、だからさ、ツイッターになんかさ、クイナちゃんがブロックされましたとかなんかさ書かれてるとさ、なんか勝手に一方的に悪者みたいだよねひどいんだからマジでまあでも今度ね、公演またあったみーちゃん、頑張りますわよ。じゃあ明日も、いや頑張ります。ぜひ皆さんブースティー祭り来てください。おやすみ。バイバーイ。